皆さんこんにちは、ゴローザです。相方のアリスです。マリサさんだぜ。さて本日ヘルニア社長はいませんが、今日は島漬け。こちらで遊んでいこうと思います。遊ぶって言っても、通常のゲームプレイと実況じゃないがな。信長の野望では、基本的には天下を取った織田や豊臣、徳川と、シナリオによるが中央を抑えている奴が結果的には天下を取る傾向にある。対して、島津を筆頭に南部や北条といった中央から離れている奴らは、地域としての大国になることはあっても、最終的に二条五所まで行くという展開はなかなか見られない。ということで、今回は島津に大量の物資供給をしてですね、城西城に開拓された状態から中央まで頑張ってもらいましょう。まず手始めに全ての感触を与えます。パワーワードすぎます。普通こんなことしたら、与えられた島津が睨まれるのは当然のこと。与えた方も日本中から信用を失うまでありそうだが。そういえば丹羽ちゃんも貴族でしたよね。そうですよ、日本の仕組みとはちょっと違いますけど。僕、名前を丹羽五郎座長兄と正式には言うのですが、僕の五郎座というのは五郎左衛門の役じゃなくてですね、貴族にも1から6まで階級がありまして、その5番目の階級ですから、五郎座と貴族にのみ与えられる名前ということです。へぇ、地味に偉いんだな。じゃあバナナコンテナ3箱くらい買ってくれ。私は本でお願いします。石油王じゃないんですよ。冗談だぜ。ついいじめたくなっちゃうんですよね。もう、子供扱いしないでください。さて話を戻そう。官職とは別に役職。まあ九州短大とかだな。もう可能な限り与えていき。これにより維新は足利幕府に迫るものにもなった。さらに全部の家宝を与えちゃいまして、お金も持てるだけマックス与えていき、最初持つ3つの城も最大限強化をしていき、もちろん城下施設、とりわけ序盤から積極的に行軍できるよう、荷台や米問屋なども最大限配備していきます。編集モードですと、金山などがなくても鋳造所建てられるんですね。日本中で金鉱銀鉱を作れば世界一裕福な国になれるのでは？なんかお隣の国で似たようなことやらせてた気がしますね。ということで、今できる最大限の強化を施し終えました。こんな状態でプレイヤーがやったら、あっという間に九州平定でしょうから。ここからは AI によるデモプレイ、人材も優秀な島津であれば、必ず中央や東の国が台頭する前に、西を完全に抑えてくれることでしょう。と言っても、最初 AI は準備期間であまり領土を拡大しないという、傾向にあるからな。実際動き出すのは数ヶ月先だと思われるぜ。マリサさん並みに奥手な AI たちですね。私が奥手だと？私は16歳で自分で言うのもなんだが、結構早熟だと思うぞ。僕とマリサさんは1年480日計算ですけどね。じゃなかったらお酒飲んでるマリサさんは警察行きです。あれ、でもニワちゃん14歳って前に言ってましたよね。14歳でそんなチンチク。むしろ怒りますよ、怒ると怖いんですよ僕。正直すまんかった。一応牛乳あげるから許してください。バカにしてますねアリスさん。これはお仕置きが少し必要ですね。ニワちゃんからのお仕置き、はは。逆に襲われそうな目つきなんですけど、まあ後でそれは考えるとして、結構だべったのに動きませんね島津は。やっぱりマリサさん同様草食系女子。島津がサラダ食べてお肌ツルツルとか目指してたらやだ。結局動いたのはゲーム開始から半月以上経ってから、どちらかといえば一本道で攻めにくそうな相良さんからのようだ。相良といえばやはり信長の野望がまず出てきますかね。社長のバイブル的な本ですね。そうありで金髪巨乳好きなはずですよ。あのスケベ会長ロリ好きにならなくてよかったですねマリサさん。なんで私の方を向いてそれを言うんだよ。以前相良家を扱ったことがあるが、一本道が厄介な城で地味に切り崩すのにしんどい場所だが、兵数が元から強大な島津はやすやすと抑え、ついでに今でいう鹿児島の制圧をするため肝付き思考役に取り掛かった。ないとは思いますけど、序盤のようにあまりにちんたらしすぎて、結局大友に踏み潰されるなんて展開だけは動画的になしでお願いしたいですね。なんか島津さん、肝付きをまだ倒してもないのに伊藤の本拠地に突っ込んでるんですが、絶対兵糧足りないだろこれ。道端の草でも食べるつもりなんでしょうか。そういうのはかなりの知識がないとできないと思うんですけどね。案の定兵糧不足で、一番兵数として多かった本拠地の1万人は餓死。かわいそうに。トップが無知だとしたが苦しむのをさらっと見せられてる気分だぜ。ああ、たまによくあるやつですね。その後も伊藤の本拠地を狙うものの、一回ではスパッとは決まらず、なかなか九州南部の統一までは時間がかかりそうですね。と思ったら、いつの間にか長崎の方に海を経由し、京都の方を築いています。てっきり陸路から行くと思っていたが、確かに海の距離的には取れないルートでもないか。いいですね海、私内陸の生まれですから、海鮮ですとか、水着ですとか、そういうものに縁遠いんですよね。川で泳げばいいんじゃねえのか。マリサさん結構ワイルドですね。川だって泳げるほど深いとは限らないじゃないですか。それもそうだな。時間が地味にかかりましたが、伊藤の城もやっと攻略が終わりそうですね。手こずらせやがって、ぶち転がしますよ。おおう、急にどうした。アリスさんもストレス溜まってるんですよ。マリサさんがマッサージでもすれば機嫌も良くなるかと。そうだな、アリス凝ってるところとかないのか。大胸筋の方お願いします。よし分かった、引きちぎってやる。じゃあマリサさん乱暴。お二人がイチャイチャバイオレンスしている間にですね、島津は序盤の装飾から一転、一気に九州の領土をむさぼり食う王になろうとしています。大変ですよマリサさん、台風です台風。傘なんか持ってないんだぜ。あらや、いい年して何やってるんですか二人とも。サービスショットです。私は被害者だけどな。風邪ひくから早く着替えちゃってくださいね。服は僕が洗って乾かしときますから。そうはいかんぞムッツリスケベ。私も怒ると怖いんですよ。部屋に下着散乱してるお二人が洗濯できると思いませんかね。そそそれはしまうのが面倒なだけで。まあ社長もそうですからね、結局すぐに着るのだからタンスにしまうのが面倒ってことでしょ。赤っ
恥です。こんな恥をかいたのは全て大友のせいだ。いえ、しまわないお二人のせいです。大友のせいだ。奴らを徹底的に破壊するんだ、島津。大友さんとバッチリですね。しかし九州統一が想定ではもっと遅かったのですが、このままですとあっという間に中国、四国と言ってしまいそう。事実、数ヶ月とせずに四国への共闘捕獲戦は始まり、物量で勝る島津はあっけなく確保。四国、特に愛媛のあたりを抑えられれば、中国地方を南からも、狙うことができるからな。対して中央はほとんど状況が動いておらず、東は北条がいつも通り関東で暴れ回ってるくらいで、その北条も千葉や里見を抑えたりするのには時間がかかりそう。この調子で超大国ができないのであれば、島津の天下が見えてきそうですね。ということで残念なお知らせがあるぞ、五郎座。なんです、至って順調な進軍で、九州も平定寸前だと思いますがね。逆だ、順調すぎて尺がこのままじゃ足りなくなる。ってことで責任取って、五郎座くんには面白い話をして、尺を稼いでいただきます。じゃあまた台風が。誰かあのおバカをおとなしくしつけてくれ。洗い直しか、勘弁してほしいよな。まあいいでしょう。面白い話してくれるのか？ゲラゲラのやつお願いしますね。服の方を言ったんですけど、わかりましたよ。そんなに期待しないでくださいね。とその前に、四国南部にも足場を作ろうと、確か最弱大名で有名な一条家だったと思いますが、島津はこの城の攻略に失敗、何やってるんでしょうね。結構距離があるからな、この城の位置は。中国への上陸も、毛利が一時的に実質味方だったにもかかわらず、思ったより時間がかかると、やはり海峡部越えの戦闘は、たとえ能力があっても厳しいってことだろうな。なお、島津は高久さんの時代で吉久さんは現在火災として、鉄砲レベルを強制的に5も上げる効果を発動し活躍。代わりに金銭収入が 40% も下がっちまうけどもな。金をマックスまで渡したからか、政策をアホみたいに入れているし、しばらくは大丈夫だと思うが、金銭収入月マイナス6万なんて、まず普通のプレイじゃ見られない表示なんだぜ。さあてそろそろいいだろ、五郎があと3分稼ぐんだ。あらら、忘れてなかったんですね。本当に期待しないで聞いてくださいよ。僕には上司が2人いてですね、一人は言わずもがな、このチャンネルの社長、もう一人が元いた場所に置いてきた自警団の同僚でしてね。自警団、ニワちゃんの服用は殺し屋なんじゃ。そうですよ、誰かを守って戦うということは、誰かを殺しに組まれる立場ってことです。で、その同僚もまた、そういう立場にある女性なんですが、女性ゆえにその、少々危ない目にも遭いましてね。あれこれ大丈夫か、続き聞いていいやつかなこれ。ある時彼女は別の自衛組織、と言ってもヤクザみたいな連中ですが、そいつらに捕まってしまいましてね、危うくたらい回しにされた後に、人を売りに出されそうになったんです。もういいぜ、無茶ぶり言った私が悪かった。なんか面白そうですから最後まで聞きましょうよ。少し話戻るんですが、それだけ治安の悪い街、というのは承知していただけたと思います。で、そういう治安の悪い街には、自分たちの身は自分で守る、自警団、防犯組織、言い方はいろいろですがたくさんあるんですね。ただヤクザみたいな奴もいるように、利害追求で衝突する時もしばしば。そこで月に一度、組織の頭が集まる時があるのですが、そこで代理として僕が出席します。なるほど、同僚を奪った相手に交渉を仕掛けるんですね。なんでそんな回りくどいことしなきゃいけないんです。はい。その会合では話し合いとは別に、決闘でトラブルを解決する制度がありましてね。なんだその中世くらいにありそうな乱暴なルールは。決闘といっても1対1の神聖な戦いじゃなくてですね、その時はこちら5人に対して相手が200人。ほぼリンチじゃないですか。五郎座そんなに強かったのかよ。待ってください、誰も勝ったなんて言ってないでしょ。確かに僕は強い自信ありますけど、漫画じゃないんですから、さすがに200人は無理です。じゃあどうやって助け出したんだよ。助け出した方法ですか。それはですね、どうだったっけな。もったいぶらないでください、早く吐かないと痛い目見ますよ。わかりました、わかりましたから、簡単に言えば僕たち5人はおとり、別の奴にこっそり奴らの拠点から彼女を奪い返そうとしたんです。そういうのってお互いかけるものを戦場に揃えないか普通。もちろん揃えましたよ、だからすぐ偽物だってわかったんです。汚い相手だな。で、200人も引っ張り込んだおかげで彼女の救出自体はうまくいったのですけど、おとりとなった僕たち5人が死にそうな目に遭いましてね。それ以前によく200人の攻撃から逃げ切れてますよね。うちの自警団逃げ足だけは天下一品ですから。まあ他の4人は僕も知るところではないのですが、少なくとも僕は建物から建物へ飛び移り、時には飛び降り、十分超人事見てると思うのですが。アリス、私も同じ世界だから夕が空を飛べるやつだっていたからな。私だってほうきがなくても飛べるし。そりゃそうかもしれませんが、まあまあ落ち着いて、そういう行動をするには大体体力が枯渇したら終わるのが相場。実はリスクもありまして、最初こそ機敏に動けるものの、時間とともにだんだんと体が動かなくなるのです。じゃあそろそろどうやってその5人が助かったのかを。結論から申し上げますと、助かりませんでした。はい。んなわけないだろ、だとしたら普通死んでることに。そうです、僕は死んだのです。最後は川を背に暴れましたが力至らず、両目をやられ、最後はゴミのように川に捨てられました。作り話だったのかよ。当たり前じゃないですか。と言いたいところなんですが、両目をやられたって言いましたよね。この目は、奇岩でしてね、なんなら今撮ってみせても。かか、勘弁してください。アリスさん落ち着いてください。本当に作り話ですから。途中まで真面目に聞いた時間を返しなさい。3分稼げって言われたからお話ししただけじゃないですか。おかげで気がつけばもう25勝取り、織田も滅ぼして事実上天下統一を達成したも同然です。その後は上杉、武田、今川、ラスボス工場らを誇り、関東、東北まで普通に進むことができましたが、これ、シナリオ開始が早すぎて、織田が成長しなかった点なども大きく、もう少しやりようがあったかもしれませんね。今回寿命はなしになってるんだが、AI って代替わりするんだなと、1566年には高久から吉久に大名が変更。北条がかなり東北まで行ってるのも頑張りましたねって感じですが、一番驚きなのは、AI が天魔星ですとか楽一楽座ですとか、
そういう内政に直結しそうな政策をよりにもよって入れてない、入れなかったってところでしょうか。金銭的には入れようと思えば余裕なのにな。まあおそらくですがゲームバランス的な問題もあるかとは思いますよ。塗装工言ってる間に北条も東北まで追い詰められまして、島津による天下統一がいよいよ実現しそうですね。最後の戦いは岩手の方まで続くことになり、北条最後の久の瀬城を落としたところで、島津家による天下統一が達成されることになったぜ。地味に津軽などを抑え、小勢力化した伊達家は、従属して生き残ることになりましたね。といったところで本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録。動画の感想や動画案などもコメントお願いするんだぜ。